高山国府バイパスは岐阜県高山市内に位置する国道41号のバイパス道路である。バイパスの自動車専用道路区間国道41号原道の渋滞緩和や域内の中部縦貫自動車道高山インターチェンジへのアクセス強化を目的として計画され、2007年までに鉱山市側の起点部 1.3km 区間が暫定2車線で部分開通した。 その後、主要土鉱物の鉱山国府トンネル完成を経て2013年には、暫定大面通行ながら、全線が開通し、高山市、東両方面から、高山インターチェンジへのアクセスが可能となった。これにより、現動の交通量が8割減少し、バイパス道路の利用により、東方面から、高山インターチェンジへの所要時間が9分短縮した。ほか、同じく、 東方面から高山市内の第二次医療機関、組合厚生病院や三次医療施設鉱山、赤十字病院への搬送路が確保されるなど24時間体制の救急医療施設への30分圏内人口の1万人増加が図られた。このほか、とりわけ積雪の厳しい陶器における交通安全確保や渋滞緩和による路線バスの定時性確保などの効果が確認されている。 元より、高山市冬頭町同士上桐町の一工区は、四車線、同士、上桐町同士国府町金桶までの二工区は二、車線で設計されており、暫定に車線で開通した一工区の四車線化に、ついては全線開通より2年遅れて2015年に、完成、強要した。なお、主要地方道鉱山清見線、県道国高山線との交点である。 上霧町交差点付近の上切れ高架橋から終点までの5 1 2 5トルは自動車専用道路に指定されている。1航区2航区上切れ高架橋吉間橋高山国府トンネル鉱山国府トンネル鉱山国府トンネルは本港延長3 2 5 9ル避難港延長3 2 6 5ルの2本で構成される。総事業費は 約100億円。2013年9月22日のバイパス道路全線開通に伴って供用開始された。トンネルの設計にあたっては、建設技術センターと日本技術開発が担当した。工事は国土交通省の総合評価方式により、トンネルを2つの区間に分けて発注され、いずれも鹿島建設が受注。試行方法は新オーストリアトンネル工法が、 採用された。終点側は2008年8月18日より、起点側では2009年5月より掘作が開始され、2010年7月26日に貫通式が取り行われた。なお、工区を分けて分割発注された工事を同一の企業が施行するのは珍しいケースであるという。トンネル内設備には LED による照明灯やジェットファン、非常電話、 水噴霧など、ありがとうございます。